久保さん。いや、無事戻ってきましたね。はい。ということで、今回ね、久保さん直感マフラー知らないみたいなんですけど、あのネットビジネスの、うん、ネットビジネスで大事なことみたいな感じにしましょうか。これキーワードですね。キーワード。うん、基本的にそのインターネットって、まあ、YouTube も、まあ、Google の検索エンジンも、キーワードを入れて検索するじゃないですか。で、そのキーワードの検索結果なんですよ。 だから、その、キーワードを知ってるか知らないかなんですよ。うん、まあ、ま,まずね。だからどういうキーワードが入っていると、どういうキーワードが検索されているのかっていう。だ直感マフラーっていうキーワードを知らなかったら、まあ、あれ68万回ぐらい回ってるんですけど、うん、まあ、行き着かないですし、まあまあ、関連とかお気に,入りに出てきたら、車見てる、車好きの人は勝手に出てくる場合あるかもしれないですけど、 基本ベースはキーワードなんですよね。で、そのキーワードをしっかり使っていくってことですね。で、テストしていくっていう。まあ、久保さんもいろんな動画アップロードしていく中で、あこのキーワードが結構、ああ集まるんだなとか。うん。まあ、YouTube で言うならば、まあ、キーワードとカスタムサムネイル、まあ、これが基本なんですけど、なんかね、 やっぱあの、YouTube でそもそもそのアクセスが取れない人ってやっぱキーワードを知らないんですよね。キーワードを意識したタイトル付けをしていないんですよ。うん。だから、だからそれはアクセス来ないですよね。だからその、自分の言葉ではなく考えないといけないのはユーザーはどうやって検索してるのかって話なんですよね。どういうキーワードを入れて検索してるのかっていうのを考えながらやんないとダメですよね。 アクセスが来なないんであるならばこの前、その久保さんが言ってましたけど、その名言ですね。今、コンサル生ではその名言やってる人いるんすよ。で、この前3000回ぐらい回したんですね。それエビゾ海老蔵さんですね。で、海老蔵さんの名言ってあんまないんですよ、久保さん。で、これ、めっちゃこれは穴場じゃないですか、みたいなね。で、意味は海老蔵をちょっとプチブレイクしてるんですけど、海老蔵の名言ないんですよ、あんまり。ライバルいなくて。だから、あの、 ライトレンドキーワードとかもあるんですけど、これライバルめちゃくちゃ多いんですよ。だから逆に言うと、ライバルが少ないキーワードをもし見つけることができるならば、YouTube で検索したときにもライバル少ないから、もうそれ,しかそれを上位に上げるしかないんですよね。だからこれはね、いっぱいテストするといいと思いますよ。うん、無料でできるので、無料でキーワードぶち込んでテストできるので、いろいろテストすればいいと思います。久保さんもいろんな動画をアップロードしていく中で、あ このキーワード、このジャンル、まあ、億万長者合宿の休憩中、あ、飯食ってる時だったかな、まあ、久保さんがそのアフリエイトサイトで実は儲かってた、めちゃくちゃ儲かってたね、サイトみたいなジャンル、キーワードを、あの参加者の方にこそって言ってましたけど、それもいろいろテストした結果なんですよ。あ、確かになと、あ、なるほどね、久保さんみたいな。僕もあのその話聞いて、なるほど、それ、そのキーワーそこのジャンル、キーワード、まあ、確かに稼げるよね、と。 まあ結構ニッチだけど、ニッチだけど深いよねと、悩みがね。ニッチだし、悩み深いし、まあある一定のアクセス来るだろうな、みたいな。で、深いから、悩みが深いから、コンバージョンも高いだろうな、みたいな。まあもちろんトレンドキーワードみたいに爆発的なね、のんびりはないかもしれないですけど、ある一定のアクセスがあって、しかも悩みが深いから、あの、紹介してるものがコンバージョンいいみたいなね。うん。まあ、ネット、ネットはね、キーワードです。 キーワードまあこれ基本ですから。基本。まあそもそも Google どうやって使ってますあなたは。YouTube どうやって使ってるんですか入れてるでしょ、キーワード。<laughs> い,いってらっしゃい。